っち行って行って、こっちこっち、こっちこっち、下界用です、これ下界用ですからね、違うんですよまあ、そこら辺のアロンアルファですからね、まあ、ホームズのアロンアルファ絶対ダメですよ、組織にそれはよしよしよし、まあダメと思ってます、ね、腫れてるんですか、この周りって、やっぱり舐めたから、あ、舐めたから、そう殺菌効果はないんですね、ない、ない、うん、はい、なぜなら、はい、じゃあお薬飲みますか、ひとちゃん、ちらちら、なんとか順応してるね。まあ人だから絶対こう取っちゃうだろうな。わおおおおおお。あ、ごめんごめん。あ、ごめんごめん。蚊。蚊です。ごめんね。なんかドリフのコントみたいな、コントみたいなのしよう。蚊です。頭叩いちゃった。薬もね、体重を測ってもうきちんと抗生物質を出していただいて、まあ、病院によってはね、なんかこう錠剤で、まあ、ある程度の許容範囲でやるんですけども、かっちりなんか計算してやってくれてって言って、もうすごいいい先生でしたね、なんかいろいろね、まあ、爪切ってもらったり毛を切ってもらったり、まあ、当たり前処置してもらったんですけど、ここもアロンアルファでちょっと今止めてますけど、好きはしないし、元には戻んないのかもしれないけど、うん、これここ詰め切っちゃうとね、血管がまた切れて血がブシューってなっちゃうんで、ここちょっとね、揉めて、ここも多分だいぶ前だけど、うん、なんかちょっとアレルギーが少し先生疑惑あるんじゃないかって、食生活を少しフードのタンパク質を調べて見直した方がいいんじゃないかってはアドバイス、抗生物質は風呂に混ぜても先生が OK だったんで混ぜます。逆に言うとぴったりの量だから、ぴったりやっぱ食べさせないといけないらしいんで、残さず飲むにはどっちが一番いいかもね。じゃあ今日はいいじゃん、ちょっとバックして、バックして、バックして、いいじゃん、いいじゃん、バックして、ちょっとバック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 して、あ、あ、ううう、あ、食べづらいんだな、けどね、こう食べてるときはちょっとあまり触ると怒るんで、それは分かんないな。頭いいからね、なんかこう角とかにこう引っ掛けて取ろうとしたりとかね、意外とやるかもしれないね、うん、一応ペットカメラもあるんだけど、結構こういう視覚だともうちょっと映んないから意味がないんだよね、ペットカメラって。いや本当でもいない時にな、何するか本当分かんないんだよなって、そこが心配。まあでもね、ないものねだりしてもしょうがないんで、なるべく早く帰ってきたりね、ちょっと、はい、対応したいと思います。何でもかんでもね、人に頼るのよくないしね、はい、社交辞令ってことが多いわけだからね、世の中ね、まあ、自分でできることは